ちは、こんばんは。どうもコロコロ YouTuber のカグです。目指せ100万再生コロちゃんの。この企画はですね、コロコロチャンネルをもっともっと盛り上げたい、もっと面白い動画撮りたいというコーナーになっております。前回ですね、食べられるコロコロコミックっていうものを作ったんですよ。よいしょーい。おー、現在再生数5万回ということで、残り95万回ということで、第2回いってみたいと思います。あれ、今の音ちょっとおかしかったよね。実はなんと今のオープニングテーマなんだけど、こちら人参で作った笛で吹いてたんです。ほら、本当に音鳴るでしょ、すごくない？しかも音もね、ちょっと変えられるわけですよ。すごいでしょ。ということで、今回は人参ではなく、もっと面白いものバナナで笛を作ってみたいと思います。それじゃあいくぜ、バナナ。では早速笛の方を作っていきたいと思います。先っぽのところから1センチぐらいのところをですね、切り落とします。よいしょ。はい、で、切り落としたらここに穴をぐりぐり開けていきます。で、これバナナ貫通させないようにだけ気をつけてください。あ、もう結構奥までいってんのね。穴開け終わりましたんで、切れ込みの方を入れていきたいと思います。これぐらいですねに、切り込みを入れます。で、半分ぐらい入れちゃってください。半分ぐらいで、その後にここからスパッと斜めに切っていきます。よし、できました。ちょっと深く切りすぎちゃったけど、まあいっか。とりあえず OK です。次に先ほど、切り落とした先っぽの部分をですね、この穴の半分を埋めるように切り落として入れたいと思います。はまりました。一回なるかどうか確かめてみたいと思います。いただきます。いただきます。あれ、ちょっとこれちょっとダメだ、これ深く切りすぎちゃっただな、これ。でも大丈夫です、安心してください。失敗した場合は食べられる仕組みになってますんで。気を取り直して2本目いってみたいと思います。穴開け終わりました。切れ込みを入れていきます。で、ちょっとさっき深く入れすぎちゃったんで、今度はちょっと浅めにやりたいと思います。これぐらいかな、浅くなるように切り込み。先ほどより浅く入れることができました。はい、埋めることができました。こんなのあるっしょ。先っぽのやつが飛んじゃった。ちっちゃすぎたかもしれない。ちょっと厚めにやった方がいい。これさ、別のやつパーツで作っちゃダメかな。ヘタの部分を切るとか。ああ、そういうことね。うん、ちょっとそれで一回大体可能かな。うわー、マジすごいすごい。すげえ。ちょっと待って、ちょっと微妙な調整必要かもしれない、これ。ちょっと待って、これ難しい。ならん。さっきすごかったよね。じゃあ次はここに音階をつけていきたいと思います。その後、カー君やスタッフがいくら頑張ってもバナナに音階がつくことはなかった。そしていい音で鳴くことも二度となかった。だが我々はバナナで音を鳴らすことができると証明した。なった。バナナで笛は作れるのだ。バナナ最高。
ラブバナナ。バナナで音を鳴らすことできましたということで、このチャンネルではこれからも面白い動画をいっぱいいっぱい作っていきたいと思います。6月15日よりのコロコロコミック、7月号にですね、このチャンネルの記事ありますので、各人にやってもらいたいことも大募集しております。書いてあるんで、皆さんバシバシハガキ送ってくださいね。それじゃあみんなバイバーイ。最後に鳴らすぜ。あれ、みんなチャンネル登録よろしくね。おすすめ動画はこちらになります。